おはようございます。2023年5月13日土曜日の朝です。今日の体重は 65.05 でした。体脂肪率は 38.1% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は晴れ、太陽がどっか行っちゃっておりますけれども、風もなく気持ちいい天気でございます。今日はですね、もう朝起きるまで寝てやるって決めて起きたの10時くらいでした。寝たのも結構早くってですね、なんだかんだで10時間くらいは寝れたんじゃないかな。すごい体も心もすっきりでございます。睡眠って大事ですね。そんなわけで今日は朝昼兼用ご飯をですね、外に食べに行こうかなと思っております。天気いいですしね。じゃあちょっとこれから準備したいと思います。今11時半くらいです。すごい天気いいですね。すごい青空、あ、まあ雲ありますけど青いですね。すごい気持ちいいですよ。じゃあちょっと準備できたので、これからですね、お昼ご飯と朝ご飯の兼用ご飯を食べに行きたいと思います。あ、その前に見てください、我が家のグランドカバーのワイルドストロベリー、花が咲き始めました。今年はこれはもうワイルドストロベリーティーが去年すごい美味しかったから、全部実がなったら干してティーにしますよ。それとですね、こっちのあの裏の方にはちょっとエリコロファーム全然今年やってないですけどね、でもこうやってハスカップの花も咲き始めております。わー、今年もたくさん取れるんじゃないかなと思いますよ。そして結局私一番気に入ってるのはハスカップ寿司ですね。なので塩漬けをいっぱい作ろうと思いますよ。エリコロの動画、今日のお昼はこちら、アビラ町アビラ交流センターの最近できたインクル食堂でご飯を食べたいと思いますよ。お品書きでございますよ。豚汁、かけそば、お弁当、卵かけセットなんかもありますね。気になりますね。いきます。私はこれにしました。今日のお昼ご飯です。今日はかけそばセット、冷たいのにしてもらいました。あとは白いご飯とお惣菜は一つ選んでくることになっているので、塩麹のチキン焼き、あとはセルフ食べ放題の漬物で食べます。ごちそうさまでした。満足満足。そして天気もすごくいいですね。よし、じゃあまた今度はですね、シスタでコーヒー飲みたいと思います。エリコロの動画、アビラデゴイチステーションに寄り道します。見てください、道の駅の目の前が菜の花畑になってます。まだ満開じゃないですけどね、アビラ町の風物詩でもありますよ。菜の花畑がたくさんいろんなところにありますので、これからが楽しみですね。まずは道の駅行きます。シエスタ着いた、行きます。ホットコーヒー飲みます。ミルクプリン食べます。これ美味しいのでおすすめ。じゃん、アビラ町では菜の花の時期になるとこちらのスタンプラリーがあります。これですね。で、シエタさんでもこうやってスタンプ押すところありますよ。なんかいろんなお店に行って一つずつ集めて全部重ねていくと絵になるってやつですね。よし、これセットしたから押します。押します。あ、菜の花部分ですね。じゃあこれを他のお店でも集めたいと思いますよ。完成させますよ。あー、気持ちいい。風すっごい気持ちいいし、天気もいいし。じゃあ一旦帰ります。帰ってきましたよ。すごい天気いいですからね、ちょっと外にいようかな、気持ちいいから。なんとなく1時間くらいですね、この辺草取りましたよ。エリコロのレンガの小道の雑草を取りました。
去年ですね、ここに苔をいっぱい移植したんですよね、雰囲気出したくて。そしたらなんか冬の間にすごい育ってくれて緑になってます。この辺からはまだやってないんですけどね、とりあえずこの辺までやりましたよ。でこっちの方もちょぴっとやってたんですけども、なんとですね、ちょっと名前を忘れてしまったハーブを去年ここに植えてたんですよね。そしたらなんとちゃんと越冬してくれてましたね。すごいパワフルですね。あんな寒い中育ってくれてた。あー嬉しい。はい、こういうのもちゃんと越冬してくれてますね。これはでも寒さに強いからね。あ、この辺のハーブガーデンも今年まだ全然手つけてないから5月中にできたらいいかなって思いますね。あー1時間くらいだったけど、外でお庭仕事は楽しかったですね。じゃあちょっとぬくもりの湯に行く準備をします。今4時15分前です。じゃあ準備ができましたのでですね、出発したいと思うんですけど、今日は歩いていこうと思います。荷物これだけですからね。じゃあ行ってきます。ぬくもりの湯着いた。じゃあ準備します。4時になりました。じゃあ準備ができましたので、今日も営業スタートでございます。なんと視聴者さんがコメントを受けてくれました。すごい前から見てくれてる方で、もう一本ですよ、私も一番30分頃です。結局ですね、今日は2名様トリートメントさせていただきまして閉店となりました。片付けて帰ります。帰ってきましたよ。お腹空きましたね。中入ります。今日の夜ご飯です。今日は旦那さん作ってくれてました。キーマカレー、あとはウドの酢味添えとラディッシュの酢漬けと、おつゆは残りのお豆腐とわかめのおつゆで食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。帰ってきてそのままエプロンをつけたまんまちょっとですね過ごしてましたですけれども、今日ですね、あー嬉しかった。視聴者さんがなんと結構遠くからです。北海道内なんですけれども、結構遠くからですね、来てくれてですね、アロマトリートメントの施術を受けてくれました。本当に、本当改めてですね、視聴者さんに声かけていただいたりとか、こうやって会ってお話ししたりとかですね、するとですね、ああ、本当に YouTube やっててよかったって改めて思わされるし、なんか本当見てくれている方のおかげでこの動画が、このチャンネルが存在しているんだなっていうのをですね改めて思わせていただけるので、すごく感謝の気持ちでいっぱいになります。で本当来ていただいたり直接会える方もいらっしゃいますし、今見ていただいている中でなかなかもう距離的にもお会いできなかったり、ちょっと見かけたとしてもこうなかなか声ってかけられないかもしれないですからね、まあそんな方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですけれども、こうやってですねただ見ていただいてたりとか、コメントくれたりとか、グッとしていただけるだけでもすごく感謝の気持ちでいっぱいになっております。いつも本当にありがとうございます。はい、そんなわけで今日は締めくくり場ですね。本当に視聴者さん来ていただいて嬉しくって、いい日だなっていうことで、本当に終わりよければ全てよしって感じですね。まあ嫌なこと一つもありませんでしたけど、今日一日の中で。でも本当によかった。なんかすごい嬉しい気持ちでいっぱいでございます。そう、その後ですね、もう一名様、トリートメントさせていただいて、今日ハンド、あ、そうそう、ハンドですね、ハンドマッサージさせていただいてですね、それで、なんとか終わったんですけれども、もう本当に、改めてですね、トリートメントさせていただくと、なんか、やっ
っぱこうコミュニケーションとかスキンシップできるっていうのはですね、本当私にとってもすごくためになるんですよね。なのでこれからもいろんな方にですね、気持ちよかったとか癒されたとかっていう風になってほしいので、頑張っていきたいと思っております。はい、そんなわけでですね、あ、そうそう、そして今日ですね、ゆっくり寝たのですごい今もすっごい元気です。すっごい疲れとか全然なくて、やっぱ睡眠って大事ですね。ゆっくり寝たのですごい元気にすっきり体本当に疲れ取れてるって感じでございますね。そんなおかげもあってか、ちょっと お出かけして帰ってきてからですね、なんか草取りやりましたね。そのやっぱ土を触るとかっていうのがやっぱ基本的好きなんですよね。自然と触れ合ってる時とか草むしってるのが好きなので、1時間くらいできたので本当にリフレッシュできました。すごい天気も良くて気持ちよかったですしね。なんかそんな感じで今日はいいことだらけでございますね。楽しい一日でございました。はい、そんなわけで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。